ます。今日はタイを釣りたいという今年の目標を叶えるべく鹿島までやってきました。頑張ります。でかくない？ここフグもさばいてる。フグですよね。フグでかっ。そうなんですか？でかフグだ。詳細。詳細。ついていちゃいます。はい。これに入れていいんですか？はい。すごいサメ。かっこいい。タイっぽい？本当？なんて、タイだ、タイだ。あー、やったやったー。ハナダイ。とりあえずハナダイが釣れたのでマダイ目指して頑張ります。
マダイだ。マダイ？やったー。ついにマダイを釣りました。ちっちゃいけど、生まれて初めてのマダイ。サイズアップ目指して頑張ります。やろう。何それ、何ですか。ブラックラス。あ、ホウボウかな。やった、ホウボウ釣れた。美味しいやつだ。やった。やったー、美味しいやつ釣れた。硬いじゃない。重い、ちょっと重い。わからない。でも重い。いや、違う。魚。本当？あ、上がってきた。なに？ほお。なに？これ。ヒラメ。
なんだろう、マダイ2匹目、さっきよりちょっとだけサイズアップしました。イエーイ。もっとでかいの釣りたい。というわけで2019年のお正月に話したタイを釣りたいという今年の目標、ついに叶えることができました。今回挑戦したのはまさにエビでタイを釣るというてんやの釣り。以前動画でも紹介したリプレイの誘導式てんやアンクレット。この誘導式てんやの具体的な使い方、少しだけ説明したいと思います。まずこちらの重りとフックがセットになって売ってます。セッティングの仕方はこちらの先っちょの方からラインを通して、こんな感じ、そしてフックに結びつける。当たり前ですが、通常このヒゲは切るのですが、手元にハサミがないためこのままにしておきます。すいません。で、仕掛けはこの状態、この状態になります。重りは誘導式で動く感じで、このフックにエビをつけます。今回はスタジオなのでこのワームを使って説明します。船宿で用意してくれる池餌などはこう尻尾がついてるので、それは切り落としてこういう感じにします。まず大きい方の針、親針をまっすぐ刺していきます。こんな感じ。そして孫針、ちっちゃい方の針をこの親針が出てるところからまっすぐ刺していきます。私もちょっとうまくまっすぐ刺せないことがあるんですけど、割と適当で釣れました。こんな感じ。イメージはこんな感じかな。完成です。こんな感じ。これを落として誘うって形になります。このてんやを作ったリプレイの社長さんに誘い方聞いてみたんですけど、てんや釣りとはこうみたいなマニュアルにとらわれず、いろんな誘い方を試してみるといいそうです。今回はそこまで落としてちょっとだけ浮かせてふわふわって
してるイメージで誘ってたら、マダイがかかってくれました。この誘導式前夜アンクレット含むリプレイの商品、可愛くてとても気に入っているので、これからもそれでタイ釣りを楽しんでいきたいと思います。今回は目標のマダイが釣れたんですけど、30センチくらいの小さなマダイだったので、今度はサイズアップを目指して頑張ろうと思います。いつか5キロクラスのマダイとか釣ってみたいです。メグタスマダイ釣りも頑張れって応援してくれる方は、ぜひグッドボタン押してください。チャンネル登録もお願いします。釣り子 TV のメグタスでした。バイバーイ。